皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンは、練習場では打てるのにコースではなかなか綺麗に打てないという方に向けてのレッスンです。練習場だと何球も何球も打てるんですが、本番だとスムーズにスイングができなくなってしまいます。そんな方に向けてのレッスンです。それでは始めていきます。まずコースでこれは一発決めたいなって思うと、どうしてもこの静止状態で体が固まってしまいます。固まった状態から動く動きというのは、スムーズに動くことが難しくなってきます。この動きをスムーズに動かすための動作としてフォワードプレス、ワッグルといった動きがあるんですが、ワッグルというのはこう左右にクラブを振ってこの体を鳴らすといった感じがワッグルです。フォワードプレスというのはこのようにアドレスを作って静止状態から少し体を動かしてバックスイングを作るといったのがフォワードプレスになります。動く前にどこか自分の体の中で動作を入れてからスタートさせるということを、作ることで練習場でもコースでも同じようにスイングが作りやすくなるということです。今回やっていただきたいのは、練習場でまずは練習をしてみてください。このようにアドレスを作ったら、一度ボールのこう前を振って後ろに戻すといった練習方法がありますが、このようにスイングを作ってスイングをする練習をしてみてください。この練習を何回か何球かしていただいて、そしたら実際にコースではこう前にあまり出せないと思うので、出しているイメージで体重を左に移す。このように練習場で少し左に体重を乗せてからバックスイング、右に体重を移してみてください。この左右といったこの動きでスムースにバックスイングを作ることができます。左右といった形でスイングをしていきます。このように打つ前の動作でスイッチ的なものを入れていく、要はバックスイングをそのままスタートするのではなくて、一度左右といった形でこういうふうにスタートをしてみてください。これを練習場で同じようにずっと練習をしていけば、コースでもここの動いてる感じが違和感が消えてきます。静止状態から動くっていうのは難しい動きになりますので、一度こう構えたら左に動いてから指導するという動きを入れてみてください。コースでどうしても当たらない方、この動きを入れることでスムーズにバックスイングを作ることができます。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。いつも動画レッスンをご視聴いただきありがとうございます。コメントやいつも応援してくださる皆様、本当に感謝しています。随時新しいレッスン動画を公開していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また動画とテキストで学べる無料レッスンも公開しておりますので、そちらもぜひゲットしてください。